ら、うん、一緒に行こう。いちごと行けるように頑張ろうか。うん、アフタヌーンティーを目指して頑張ります。メンバーだけじゃなくてみんなにも特典あるみたいだから、ぜひ見てみてね。一緒に行けたら嬉しいね。うん、なるほど。みんなもここ最近メンバーとめっちゃ当たるんじゃない？でもちなみに私は何回か並べたけどまだメンバーと当たってないね。そう、私に並べてる。あ、嬉しい、ありがとう。そう、当たるでしょ、いいよね。うん、そう、チェキが今日までだから受付ぜひ待ってるね。チェキチェキチェキ最初なんよね、日にちが。お洋服も3着用意するね、ぜひ待ってます。レッスンがね、いつもね9時15分とかに最近よく終わるんやけど、そうすると終わった瞬間ゴールデンベッドタイムからみんな携帯を手にしてね、みんな七並べしてるの。そうそうなんよ。私もやってるとしたら9時台にやってることが多いかも。配信前とかにたまにちょっと並べたりしてるから、誰ならその時間かな。今超忙しいだから配信で並べられそうにないから、一旦あれかな、この週末の予定とかが全部終わったらできると思う。そう、私の並びにはいないみたい。あ、じゃあ今度やるときに当たろうね。そう、今は忙しい時期かもね。先月とか大変だった。今月はネビさんの出張公演終わったと思ったら、多分クリコンのとかがね始まるから頑張らなきゃいけません。うん、チェキ申し込みは、ありがとう。今日までだからみんなぜひ待ってるね。やることが落ち着いたね。そうしようと思います。今月、先月と今月大変ですね。押してることがバレてました。そりゃバレるでしょう。バレるでしょう。チェキで着る服はある程度決まってるけど、新しいの着たいなとも思うから買いに行くかも。そう、出張公演一般申し込みね始まってる。女性優先エリアだっけ、もうあるからぜひ待ってます。 NMB さんのさ、女性専用エリアってどこなんだろう。 AKB さんは右側左側両方ある。右側だよね、うん、右側のイメージの真ん中ぐらいのイメージね、島の辺のイメージ。ファミリー席人間とか。そっか、ファミリー席か。誰、私スケイさんの入った時は女性席とかじゃなくて普通に入ったよ。そうNMB さんは下手側にあるんだ。うん、じゃあ左側にあるんだね。なるほど。ん、自分から見て。ん、なんでもない。確かにステージから見ると右側。うん、両公演ね見たいよね、せっかくなら。一部二部で全然セトリが違うから見てほしいですね。ひら当たったよ、ユニオンの件というかね。わ、嬉しい。じゃあ会えるの楽しみにしてるね。ありがとう。じゃあ成績に申し込もうかな。申し込めません。残念ながら。
レッスンは一人がめっちゃ大きく変わったとかではないけど、人数がね一人減ってるから、その場所の関係とか歌割りとかの関係で結構組まれてるかも。そうなの。もうあの先生とも話したけど、私がね一番変わっとるよね。私全然違う場所にいるの、前とは。そう、全然違うとこにいる。前は上手にいたのに、この曲次は全部下手みたいなことも全然あるから大変です。覚え直し、もう前回の立ち位置番号は全部忘れて一から覚え直してるから大変。立ち位置がいっぱい変わったので頑張ります。入隊離脱もさ、もう825と同じ世帯、今日同じだからもうちょっと犬子と話せるけどさ、入隊離脱も次は9人バージョンをねやったんよ。もう何個もあるよ ね14人バージョン、13人バージョン、13人かっこみちゅさんバージョン、10人バージョンとかもあるのか。10人バージョンある。結局いやでも一気に2人減った時のがあるから12とかはないような気がする。11とかはあるけど、えどうだろう、あると思うんだけど。11ん、わかんない。もういろんなのやったもん。でも同じ13人バージョンでもみちさんの時とそうじゃない時でまた違うし、もう毎回全然違うとこにいるからね毎回やってそう大変。ユーパンがいなくなった8人バージョンもやばい。もう嘘だと言って、もう14人いたのに6人もいなくなっちゃった。ユーパンがいなくなっちゃったら少ないよ、寂しいね。同じ歌割りがみんないなくなった。リサコとユイタンとミーポン、D ミラーミーポンと一緒なんだけど、私同じ隊員の人全員いなくなっちゃった。どうしよう、ソロですねやばいですね。超やばいです。減っちゃいました。みんなの分も頑張ります。同じ歌割りそうよ、ミーポンがいなくなっちゃったら本当に完全に私のみになっちゃう。私がいなくなったらもうどうするの本当に本当にオール本当に。じゃあいなくならなかったらいいんじゃない。どうでしょう怖い、みんなが泣いちゃう。そんなこと言ったらみんなが泣いちゃうよ、うん、僕だって泣いちゃう。じゃあ私の歌流先に教えとくね。じゃあ何か応援してあげればいいのに、そばにいるだけでと、恋もどこかが似ている気がする、こんなに一生懸命なのにと、意識だけ抜け出そう。この3つですね。 OK そうです私がいなくなったら、もう大変大変、いなくならないように頑張りましょう。え、そうだったか。寿命5年減るのやばい。減らないで、まだいるからまだいるから減らないで、大丈夫だよ、いるよ。だってね、未来の予定たくさんできたし、まだまだ楽しみなことがいっぱいありますから大丈夫ですよ。エスキーさん13期で回ってる、やばいやばい。もうあのゆったりやつの歌り見たときさ、わかる、歌割りがさ、あのいないと黒になるじゃん。
私の周りみんな黒くなっちゃった。黒かった、黒かったよね、歌割り表が。悲しいですね。でも比較的9人バージョンはまあ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 初期に近くなった気がする。どう今の、うん、もう一回行くね。あ、ちょっと違った。もう一回やらせて。なんか音を鳴らすゲームしてる。元気やね今日1号。あー鳴ったやった。これ以上減るのは寂しいよ。ん？え？ん？え？ん？え？え？怖いよ。今日はヒータンはいないよ。今日はいないよ。ヒータンまたやってきたよ。今日一緒の週や。置いてきただから。置いてきたやばい。昨日ヒータンちねさん長いこといたよね。うん、語り合ったよね。何話したっけ、私覚えてないんだけど。語り合ったはず。ヒータン何話したっけ。あ、思い出したわ。思い出した。うん。ヒータンもうあれは寝言何なんか寝てると起きてるの端材目みたいな感じで言ってさ、何言ってた、姫の今なんかおかしいよね。姫の今眠くて、そう姫の白立って何白なんかおかしい。で白立てたってことでしょ。そう白立ててたらしいよ。で今姫の白立てたって言った、やばいやばいやばい。本当におかしい。誰が産んだの、もうローマまでもしとったんかね、うん、誰が産んだのって言った後はやばい、マジ片目あっちの世界片目界隈とかマジ無理。よくわからないですね。城建てた、城建てたりしてたね。よくわかんないよヒータンは。うん、ローモバ、ローモバの予知夢やばい。お城あれじゃない、お城ってあれじゃない、ギフトでさお城があったじゃん。お城というか今なんか、うん、そういうキラキラ素敵系だからじゃない。ああそう、うん、57男女読んで終わろ。じゃあ18から18になるにあと3位キュードン大学卒さん、17位ラベンダーバージョン系 A さん、16位キヨニーさん、15位ミカエルさん、14位レグルスさん、13位マジックさん、12位シロタンさん、11位モモさん、そしてトップ10、11位にあっとクザミーさん、9位ナオニアっと2015年はユイニャン、カレンダーヤオさんありがとう、8位まっちゃんキヨさん、7位ウレッティンさん、6位イケビーさん、そしてトップ5レッツゴー、5位スプマッテさん、4位ヤオとあとつまみーさん、そしてトップ3、3位うまちゃんとやみーさんとつまみひひひひひひさん、そして2位やましんさん、そして今日の第1位はどこ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 どん、今日のランキング1位は B 型夫婦漫才さん、ありがとう。もう B 型免許さんの原型はどこに行ったの。B 型だけじゃん。ありがとう来てくれて。みんなお知らせすることは今日までがチェキ、チェキが申し込みが今日までです。待ってます。 NMB さんの出張公演の一般のも今日まで、今日まで、あ、明日の12時までだっけ、明日の12時までです。でまだ少し期間はあるんですけど、お話し会握手会の受付も今してます。X に固定ツイートにしといたから、そこから飛ぶことができます。おすすめは2月のリアルです。ぜひ待ってます。大阪みんなが当たるといいね。
あとは七並べもイベント中。私もこの間のドームズデイほどは多分できないけど、目指せアフタヌーンティーで頑張ります。みんなもよかったらデッキに私を入れて一緒に並べてほしいです。ではまた明日です。明日明後日も多分こんぐらいの時間に配信すると思う。もうね、追い込みだから1日10時間とかレッスンになってくるから頑張ります。では明日明後日しあさってが超久しぶりのお休みだから、そこまで一旦頑張る。じゃあねー、バイバイ、休みます。みんな寒いからあったかくしてね。なんか血色悪い今日。